市議会議員になる前から何らかの形で世のため人のためというふうにこう本当にご自分が政治とはこうありたいというものを求めて目指して実践してきた本当に小さいというか場所にあの 70% のその施設があるというその中でやはり沖縄における問題となっているのは戦後いまだに日本の約7割の負担を背負わされている米軍基地の今でこれまでと今とこれからのことをどのように皆さんに理解していただきこの問題を解決するために皆さんにも考えていただけるかということをお話ししたいでしょうか。その沖縄の多様性とかその日米のこう架け橋というかそういう、はい、あのマルーツですとかあのいろんなことをこう沖縄の歴史的なこともこういろいろあの考えた上での僕はあのアメリカに行ったらメディアに向かって「Hi Dad」って言って「元気?」って手振りたいなと思いますよ、はい、そうしたらアメリカ中から「あ僕は君のお父さんだ」という人が100人ぐらい出るかもしれませんがでもまあそういう機会があればあの AP の記事を読んで実はお父さんに会いたいんだと思ってるっていう気持ちを分かっていただければいいと思います。その考え方を政治に定めて方向性を定めて沖縄市議会議員になりそれからもう少しそこは丁寧に見ていく必要があるだろうと思いますのでトランプ大統領が取っている政策が、いいとか悪いとかではなくそれを何を目的としてどこがお互いにとって本当にウィンウィンになっていくのかということを、しっかり、見ていきたいなというふうに思います。私に言っているのがあればの人というイメージかなと思うんですが、はい、あの後継者というふうに、まあ、来た方々のいろんな声やいろんな立場というものが私の気持ちの中に多様性寛容性という、辺野古がオンリーワンだと辺野古が唯一だと唯一の解決策だと言っていることは私たちは思考停止だとそんなことはないもっとアメリカ側が提案しているいろんなその再編計画があるからそれをもっとしっかりこうすればもっと沖縄が楽になるこうすればもっと日本全体が平和のために協力することができるということを日本政府はアメリカ政府にこの沖縄の私の選挙の結果をもってしてもしっかり伝えるべきだというふうに思いますね。から国政を目指して2005年に最初にチャレンジするんですけどその時に落選して4年間は一生懸命、まあ、浪人というか勉強して2009年から4回連続で声やいろんな立場というものが私の気持ちの中に多様性、寛容性というその確かな